噴族の戦い S105 は、フランツリストが作曲した11番目の公共詩である。3番目の公共詩、前奏曲と並んで最も親しみやすい作品である。1855年の夏に、ビトゲンシュタイン伯爵夫人から、ビルヘルムフォン・カウルバフ派の壁が、噴族の戦いの複製画を寄贈されたリストは、複製画を見て、感銘を受け、これを公共詩として表現しようと思い立ったことが、 作曲の動機である。作曲の構想を練りながら、1857年に作曲に着手し2月10日に完成された。構想していた頃にリストは、カウルバッハ本人と直接会って交流しており、また1857年頃に、カウルバッハの案内で、ベルリンの美術館に、それらの原画を見た際、すべての原画を音楽化しようと計画を立てたが、実現したのは一曲のみであった。 1857年12月29日に作曲者の指揮によりバイマルの宮廷劇場で行われた。ピッコロ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン4、トランペットさん、トロンボーンさん、チューバ、ティンパニシンバル、オルガン、言語部約14分。創作の元となったカウルバッハ、紛俗の戦い451年6月20日。 現在の北、フランスにおいて、アッティラ率いる、噴族の軍勢と、西ローマ帝国の将軍アイティウス、西ゴート等テオドリック一世イ,イラが率いる、西ヨーロッパ諸民族の軍勢との間で起きた、有名な、カタラウヌムの戦いの様子を描いており、噴族は、異教徒、西ヨーロッパ諸民族は、キリスト教徒として描かれる。前半は、異教徒が猛威を振るうが、 次第にコラールの旋律が強めてくる。ここで使用されるコラールはクルスフィデリスという古いコラールである。決尾の部分はコラールの旋律が高らかに歌われ、キリスト教徒の勝利を表す。ありがとうございます。